そうだよ、さて、今日はサブウェイですね。メロンソーダです。これ、エビのやつ。いやー、すごいニュースですね。東京女子医大で100人超えが退職。まあ話題にこと書かないよね、東京女子医は。で、まあ経営陣との揉め事っていう感じですね。まあ看護師400人が辞めるっていうのが去年でしたよね、出たのが。で、そこからまた時が経ち、今度は先生たちが辞めちゃったっていうね。まあコロナ禍で非常に大変になって、で人が減ってしまったと、患者さん、そうなんですよ。ちょっとですね、イメージ持ってない人が結構多いんですけど、コロナでなんか病気の人がすごい増えてやばい大変だっていうイメージを持ってる人がいますけど、現場の大きい病院の医者に聞いたらめっちゃ減ったって言ってましたね。激減した。でコロナが怖いから人外出ないんで、だから病院行かないんですよ。だからその分収入はすごい減ってる。で、休みの時間がめちゃくちゃ増えてるっていう医師がいるわけですよ。まあある人は、ずっとゴルフ三昧だって言ってたし、実はそういう現実があったりするんですが、はい。看護師に夏のボーナスカットって言って、400人が辞めちゃったってやつですね。で、お金が問題なのかっていうと、ただただそれだけでもないよっていうね、のがありましたよね。経営陣がやっぱり大切にしないからね、働いてる人たちは。そんなの、看護師なんか取り替えちゃえばいいんだみたいな、そういう態度だったから、まあ辞めてしまった人が多かったんだろうっていうふうに言われてたりします。まあ真相はね、本当のところは全部わかんないですけど。で、まあ今回の事件もそれに関連してるという感じですね。事件って言っていいのか分かんないけど、新宿区にある東京女子医科大学病院本院が831人医師数っているんですけど、この本院に勤務していた内科の医師が約170人のうち50人が3月末までに退職と。3割以上がいなくなる。すごくないですか？医者が。3割以上去ったことで残された医師は当直業務が一気に増えた。そりゃそうでしょう。当直後そのまま翌朝から診療を担当するので体力的な負担は大きい。これが長期化すると通常診療にも影響が出てくる可能性が懸念される。このほか外科の医師も10人以上が辞めている。で、荒川区の東医療センターかな、まあ、258人の2割に当たる50人が退職者というので、もうこれで100人以上ですね。で、八千代医療センターでも辞めてるよっていう感じに書いてありますね。3つ合わせで100人以上がいなくなったとは。で、採用した医師を合わせても全然この数には及ばないよみたいなことに書いてますね。あっという間に人が入ってしまいました。これまでと同じ診療ができなかったかもあります。コロナの第4波が東京で始まっていますが、どこまで対応できるのかまだ分かりません。ベテラン医師、誰なんだ、ベテランチって読みそうになったけど、全体で何人の医師が辞めたのかまだ病院側から正式に発表されていません。ただ当直業務ができる医師が半分になった、まあ、そりゃ厄介ですね、半分になっちゃったら。で、まあこっからがね、まだ闇を切り開いていくみたいな感じですけど、カリスマの新浪先生でしたっけの話があったりとかしてて、ただなんか低いらしいんですよね、給料。30歳の場合、東京女子医大 25.9 万円の基本給、東京医大だったら 31.1 万円、日本医療センターだったら 41.1 万円、眼研有明病院だったら 49.7 万円みたいな形で低いっていうふうに。安くても人気が高いのは国内トップレベルの医療が行われている。ネームバリューっていうのがあると。なるほどね。とにかくフェアじゃないと。研究日の廃止とかね、働いてる側に良くない、給料は減るし。まあ大事にされてないみたいなね、いうふうに感じたわけですよ。ボーナスの減額、定期昇給の抑制とかね。で、ちなみにそういうふうに人件費を削ってきて、
めちゃくちゃ黒字化したんだって感じですね。だから経営陣にとってはいいんでしょうね。収入に占める人件費率は2015年に 46.9% だったが、19年には 38.9%。開設以来最高額の黒字を記録。まもなく20年度の決算が公開されるが、コロナ禍でやっても約50億の黒字見込み。ね、働いてる人、どの部分をカットカットで、経営陣はプラスでウハウハみたいな、そういうまあ図式が見えるってことですよね。で、そういうのに抗議して、やめてったっていう。まあもちろん真相はわからないですよ。当人たちじゃないんで。ただまあそうですね。経営陣がやっぱりそこで働く人たちをね、重視しないとやっぱ離れていっちゃいますからね。もちろん。当然のことといえば当然のことです。まあお医者さんやね、看護師さんなんて本当に。まあもちろんお金のためだけの人もいるとは思いますけど。使命感でね、やっている人もいますからね。まあやっぱね、取っ替えればいいみたいな ね、大事にされない環境だったらそれはやめてしまいますよね。まあしっかりとね、先生たちへのことも考えて経営してほしいっていう感じだと思います。はい。まあこういう事件は他のところでも出てくるんですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、まあ寝癖にね、ご期待している方いらっしゃると思うんですけども、もう髪が長くなってきたからそんな立たないんですけどね。本当に起きたてぐらいしか立たないんですけど、まあ、今からもうビジネスミーティングですね。はい、セミナーの打ち合わせになりますんで、だきっと食べてる頃にはもうこの寝癖はなくなってしまっていると思いますので、はい、その見たい方のためにまた最後におまけとしてつけました。はい、ご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching. ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。